巨額 M&A で米国加速全米5位へこんばんは福利で増えるです今回のテーマは情報修正最高益さらに増配後積水ハウス是非最後まで見てください目次です1過去最高益2積極的 M&A3 今後どうなるまずは過去最高益から。積水ハウスは住宅業界のトップメーカー、都市開発や海外事業にも注力している企業です。小建て住宅やアパート、マンションといった賃貸住宅など、鉄骨系プレハブ住宅を中心とし、中高級住宅路線で展開する住宅メーカー最大手、 都市再開発やリフォーム、国際事業などにも力を入れています。その積水ハウスが25年1月期の第1四半期の決算を発表しました。積水ハウスは1月決算企業なので2月始まりの1月締めという珍しい決算期。ややこしいので25年1月期は企業側が示している通り24年度という説明でいきます。 それでは決算を見てみます。まずは昨年度の振り返りから。昨年23年度の着地は増収増益。前年に比べて売パ上セが6%の増収。営業利益が3.6%の増益となりました。基礎の会社計画に対しても、それぞれ0.9%、2.2%増で着地。23年3月の基礎計画から、 一年間を通して業績の修正はしませんでしたが、戸建て住宅は受注堅調、利益面は資材価格上昇の落ち着きにより、前年の価格改定による利益率の改善が進みました。そして今年24年度第一四半期、2月から4月も好調なスタートを切っています。国内、海外ともに増収増益、 売上高は過去最高を更新しました。国内の物件売却と、米国の小建て住宅事業が大きく貢献しています。今季25年第一四半期を見てみると、通気計画に対し、売上高は23%、営業利益が26%の進捗で、これは会社の計画通り、MDC ホールディングスインク、 以下、MDC 社の子会社化の影響は、バランスシートでは第一四半期決算に反映されており、損益計算書では第二四半期決算以降で反映される予定です。ということで、24年度第一四半期の決算印象は丸。続いては、積極的 M&A について。積水ハウスといえば、 米国での積極的な M&A。積水ハウスにとって過去最大の巨額買収となる7500億円を投じて、米国のハウスビルダーを買収することを発表したのが1月のこと。巨額買収でライバルの住友林業、大和ハウス工業を抜いて全米5位に一挙に躍り出ることになります。積水ハウスは、 これまでに買収したウッドサイドホームズ、ホルトホームズ、チェスマーホームズ及びハブルグループに MDC を加え、米国16州で建て住宅事業を展開する年間供給数約1万5千戸のホームビルダーグループとなります。これにより25年度までに海外市場で1万戸の建て住宅を供給する目標を 前倒しで達成する見込み。MDC の買収により、展開エリアは米国16州に拡大し、西部地域における事業拡大並びに南東部への進出を達成することになります。展開エリアの拡大を実現するとともに、既存エリアにおいてもポジショニングが向上しそうです。こちらがこれまでの既存事業展開エリアです。 主に西部を中心に展開していました。米国西部の特徴としては、住宅販売個数は全米の25%のシェア。また、75万ドル以上の高額体操が全体の24%を占めています。地理的にも会場輸送がしやすく、陸送が短いのも特徴です。これは費用を抑えることにも貢献しています。 そしてこちらが今回プラスとなる新規事業展開エリア南部です。南部の特徴は住宅販売数が全米の約60%のシェアを持つこと50万ドル以上の高額体操は12万2000個、住宅販売個数は39万4000個。南部エリアは西部と比べて高額体操の金額は小さくなるものの 圧倒的な人口の多さに特徴があります。また、海上輸送がしやすく、シャーウッド事業も可能となります。国内の戸建て市場は縮小傾向。人口減少に伴い縮小が避けられません。それを見据えて、日本のハウスメーカーは今後も人口増加が見込まれ、戸建ての需要が堅調な米国市場に相次いで進出しています。 先行するのは2003年に進出した住友林業。大和ハウスは1976年に進出したものの、84年に一度撤退しています。その後2017年に再進出を果たしました。そして積水ハウスも2017年に米国市場に参入。米国市場において積水ハウスは国内メーカー3強の中では3位でしたが、 今回の MDC 買収によって大逆転。戸建て供給個数のランキングで全米では5位にまで一気に躍り出ます。米国の戸建て住宅市場においては、2017年のウッドサイド、ホルト、チェスマー、ホブルの買収により、米国西部及び南部での基盤を整備、米国南東部への事業エリア拡大を目指す中、 MDC の買収により、これらの地域での事業エリアを拡大することとなりました。過去最大の積極的な M&A をすることになった積水ハウス。財務基盤は大丈夫なのか貸借対象表の MDC の純資産は23年12月期時点で1ドル145円換算で約4900億円。積水ハウスは今回、 7,500億円で MDC を買収していますから、買収額と純資産額の差であるのれん代は少なくとも2,000億円を超えます。積水ハウスは日本の会計基準を採用しているため、20年以内で規則的にのれん代を焼却することになる見通しですが、のれん代の焼却だけで毎年100億円を超えると言われ、収益性の悪化は避けられないと思われます。 今季24年度の MDC 買収影響については、MDC 社の営業利益が523億円、そのうちのれんの消却で117億円、棚卸し資産の原価計上で162億円、買収関連の一時費用で74億円のマイナスをそれぞれ見込んでいます。これらは概算で、買収後1年以内に査定が完了するため、 正確な数字が分かるのはもう少し先。ちなみに金額は1ドル140円で計算しています。概算ではあるものの、やはりのれんだけでも毎年100億円以上となっています。では、今後どうなる積水ハウスの今期24年度の売上高、営業利益、純利益がこちら。 25年1月期の純利益は前の期に比べて3%増の2090億円になる見通しだと発表しましたもともと2030億円としていた従来予想を60億円上方修正しています事前の市場予想の平均であるクイックコンセンサスの2077億円も上回りました MDC の買収が4月に完了し 連結に加えたことで利益を押し上げることになります。売上高は前の期に比べて24.7%増の3兆8750億円と過去最高を見込みます。従来予想では8%増の3兆3420億円でした。営業利益も10.7%増の3000億円と 従来予想の2800億円を上回り最高となります。最大市場の米国では人口増を背景に小建て住宅事業が好調に推移すると見ています。年間の配当は1株あたり129円、前期は123円でしたから、そこからプラス6円の増配、従来予想124円からも4円積みました形となりました。 決算と同時に発表された米国小て事業戦略についてという資料には来期25年度の利益予想の数字も開示しています。それによると MDC の営業利益は今期24年度以上に加速し947億円になる見通しで、それらを加味すると中期経営計画に対しての営業利益の見通しはプラス329億円の 3,509億円になるとのこと。米国事業の強さが伺えます。2024年6月現在の p e r は11.4倍。現在の積水ハウスは割安なのか。今後の展望についても確認します。MDC の買収に関しては、24年度後半としていた当初の予定から前倒しとなり、4月に買収が完了しました。 それにより、今期24年度、そして来期25年度も増収増益の見込み。実際には、今回の買収により発生するのれんやファイナンスコスト及び、買収にあたって支払う費用などが発生するため、連結業績に与える影響については、現在精査中です。24年度の損益取り込みは限定的となるため、本格的な収益貢献は、 2025年度以降になりそうです積水ハウスは米国で2032年1月期つまり31年度までに年間2万戸の住宅を販売する計画だと発表しましたこれも MDC 買収により米国事業が大幅に拡大するため米国で先行する住友林業は30年度に足元の2倍長となる 2万3000個に拡大する計画を公表しており、住友林業を追い上げる勢いとなります。積水ハウスの2022年以降の週足のチャートがこちら。株価は綺麗な右肩上がり傾向が続いています。過去最大の買収を終えた積水ハウス、ついに米国でも動き出します。ということで、今回の動画は以上です。高評価チャンネル登録にて、 ぜひぜひ応援いただけると嬉しいです。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を